皆さんどうもこんにちは、イノシシウルファンゴです。本日もオクトパストラベラーやっていきたいと思います。前回今表示しているクオリークレストという町でサイラスさんの第2章をクリアいたしました。そして、本日はですね、こちらアーフェンの第2章をすべくゴールドショアというところにね行きたいなと思います。行き道はね、おそらくこのね消えてる道があるんで、こっからこういう風に上がっていくんじゃないかなと思ってね、今はこちらリプルタイドという町におります。なんでね、とりあえず南に下っていきたいなと思っております。それではね、分岐点まで、ワープいたします。はい、ここ画面端ですね、北コブルストーン山道、危険度11。まだそんなね強いとこには来てへんのかな。でね、ここのとりあえず看板をね見ていきましょう。あ、ありましたね。とりあえずチェックしましょう。南コブルストーン山道、ストーンガード方面、ほうほう。分岐点はどこやったっけ。ここね、あ、ストーンガードね、了解了解。そしたらこのね、ストーンガードが西を指し示してますので、西に進んでいきたいなと思います。はい、画面端ですね、北ストーンガード山道、危険度25、ちょっと上がりましたね。でもまあ25やったらまだ大丈夫かな。だいたいね今30ぐらい超えてくるとちょっとしんどいかなって感じね。はい、ストーンガード、とりあえずは、ストーンガード方面に進んでいけばいいのかな。ここも看板、行く場所はゴールドショアって場所なんか、あ、なるほど、こっちの町に入らんと北に登る道があるんだよね。あ、書いてますね、ゴールドショア方面はここを北に登ると。じゃあやっていきましょう。何レベルぐらいなんやな。まあ、27レベルぐらいやったら全然 OK やねんけどね、30を超えてくるとちょっとしんどい。おっと、はい、気を取り直して、ここ画面端やね。月がく、おほ、月隠れの海道、いい街道かな、危険度31。おお、これは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 大丈夫かな。敵にあってほしくないなもう逃げるが使えへんレベルぐらいになってきたからね。街道、海道ってことは海に面した、でもゴールドショアっていうぐらいからね、なんか金が取れるか貴族の町かね、なんかそういう匂いがしますよね。あ、看板がありますね。どれどれ、西ゴールドショア街道、なるほど、ここを北に上がっていく感じですね。わかりました、行きましょう。その前にね、この紫の宝箱、いろんなね場所にあんねんけど、これはね、テリオンじゃないとどうもね、開けられへんみたいだよね。なんかそれぞれのね、キャラの特有アクションっていうのがもしかしたらあるんかもしれんね。他のね、主人公やったことないからちょっと分かれへんねんけどね。そろそろ画面端かな。はい、西ゴールドショア街道、行きましょう。出花くじくねさてさて、目的地はどの辺かな。もうすぐそばっぽいけどね。あ、看板ですね、見てみましょう。あ、すぐそこですね、ゴールドショア到着いたしました。行きましょう。さて、ここに来た目的はアーフェンですね。第2章やっていきましょう。ゴールドショアに到着したアーフェン、どうやら町で熱病が流行っている様子だ。早速彼の出番かと思われたが、推奨レベル24と行きましょう。前回までのあらすじ、アーフェンは旅に出た。大陸中の病める人々を救えるならお代なんていらねえよと言ってやるつもりだ。かつて自らの命を救ってくれた恩人のように、親友ゼフが背中を押してくれたこともあり、ふるさとの村を出て、旅の薬師を始めたアーフェン。美しい海と砂浜の広がるこの地にも
彼を必要とする者はいるだろう。かくしてゴールドシュアにたどり着いたが、いいねいいね、港町ってのは。くう、潮風が湿るぜ。よし、一丁泳ぐか、チキショウ。なあ、聞いたかよ、ジークさんも倒れたってよ。これで10人目だぜ。熱病が流行ってるからな。薬師でもいてくれりゃ。確か、そういや、ちょうど旅の薬師が町に来ているらしいよ。おうおう、情報早いな。誰かがもう行くって分かってたんかな。何でも凄腕だそうで、その薬はあっという間に熱が引いちまうんだと。ほうほう、珍しいな。あー、なるほどね。あ、他の薬師ってことか。珍しいな、他にも旅の薬師が来てんのか。どんなやつなんだ。来た、痛い。ふう、よう、ジョジャン、大丈夫かい。落とし物だぜ。なんだこれ、貝殻。ありがとう。どれ、膝すりむいてんな。どれ、ちょっと見せてみな。こいつは痛えよな。わかるぜ、人生転ぶことばっかりだ。でも転んだ分だけ膝も強くなるってもんだぜ。よし、ほらよ、できた。いい傷薬つけといたぜ。ありがとう。私エリン。アーフェンだ。俺はアーフェンだ。すごい、すごいね。もしかして薬師さんなの。へへ、まあな。へえ。わあ、私初めて本物の薬師さん。へへ、アーフェンでいいぜ。ねえアーフェン、聞いてくれる？おう。なんだい？今ね、家でお姉ちゃんが熱を出して寝てるの。ずっとうなされててね、どんどんひどくなっていくの。よし、それ以上言わなくていい。俺が治してやる。そのための薬師だからな。わあ素敵、家はあそこよ。はい、そうした操作かな。エリンの家に向かう。お姉ちゃんが熱を出してるとのことですが、おっと、誰だ。いかがでしょうか、薬師さん。流行りの熱病ですね。この薬を飲めばすぐに良くなりますよ。どう？どう？フリン。うん。うん。楽になったよ。まあ。まあ本当。熱もどんどん引いていくよ。ありがとうございます、薬師さん。うちは主人が病で死んでしまって、私が二人の娘を面倒見てて。おつらいでしょう。それはおつらいでしょう。お代はお気持ち程度で結構ですが。え？え？本当に？なんて親切な薬師さんなんだい。とんでもありませんわ。では失礼します。すごいアーフェンみたいなね、感じの薬師さんやね。ああ、そう。
もし症状に変化などありましたらご相談くださいね。おお、ここで邪魔するぜ。患者はどこだい？熱病って聞いたんだが。アーフェン。あそこだよ、アーフェン。おう。おう、そこのジョーちゃんか。し、今見てやるからな。あれ、もう熱が下がってるぞ。こら。エリン、それなんだあんた、いきなり入り込んできて。え？いや、薬師だけど一応。そうかい。ふん。もうちゃんとした薬師に見てもらってね。すまないけど結構だよ。ふん。待ちった状態ですね。しょぼん。俺がちゃんとしてようなしていないような言いっぷりだな。まあまあ礼儀的にはね。うん。ごめんなさい。別の薬師さんがいたなんて。いいってことよ。姉ちゃん、よかったな。ありがとう。じゃあな。風邪ひくんじゃねえぞ。うん。アーフェもね。噂の薬師だよな。しかし綺麗に熱が収まってたな。腕は確かそうじゃねえか。勉強させてもらいたいな。どんな薬師なんだ。はい、街を見て回るとね、どっかにさっきの薬師さんがいるんかな。ちょっとフラフラしてみましょうか。あ、こっち側行けそうですね。貴族街。あ、やっぱり貴族がいるわけね。じゃあ行きましょう。お、なんだ？騒がしいな。薬師様、ありがとうございます。この薬は奇跡のようです。夫の熱もすぐ下がって。本当に、なんとお礼を言っていいか。お代もこんなに安く、もっとお支払いしたいくらいよ。とんでもありません。必要以上のお金はいただけませんわ。お薬で皆さんが良くなれば、それが何よりのお題です。病から人を守るのが薬師の役目ですから。いいこと言うじゃねえか。あんたが噂の薬師だな。あら、そのカバン、あなたも旅の薬師？まだ駆け出しだけどな。俺、アーフェン、よろしく。バネッサよ、こちらこそ。病から人を守るのが薬師の役目か。しみるね。薬師にとってお題なんて、おまけみてえなもんさ。病に苦しむ人の力になれる。それ以上何もいらねえな。ええ、そのために腕を磨いているのですもの。話せるね、姉ちゃん。なあ、よかったらあんたの薬見せてくれねえか。
あんな評判の薬なんだ。きっとすげえ腕に違いねえ。素材とか練り方とか勉強させてもらいたくてよ。ごめんなさい。同業の方には仕事を見せない主義なの。おっと、すまねえ。技術も財産だ。気にしないでくれ。いいのよ。あなた、勉強家さんなのね。なんたって駆け出しだからな。勉強することだらけだ。じゃ、縁があったらまた会おうぜ。あんたがいるなら、町は安心だ。買いかぶりよ。どうすっかな。浜辺の方でも見て回ってみるか。はい、噂のね、薬師さんの名前バネッサさん、なんか裏がありそうで嫌やねんけどな。お、なんかオレンジ色の光ってるもんがありますね。貝殻かな？よう。よう、エリンじゃねえか。何やってんだ？あ、アーフェン。これ、あげる。いいねー。おお、フィール貝だな。綺麗じゃねえか。さっきのお礼。ありがとな。お代のつもりか。ありがとよ。うん。貝殻集めてたの。フリンお姉ちゃんにね、あげるんだ。へえ。いっぱい集めたな。エリンは金持ちだな。お母さんにも分けてあげなきゃ。お母さんはね、時々泣いてるの。お金がないって。そうか。ねえねえ、アーフェンは大丈夫？ちゃんとお金ある？エリンの貝殻より少ねえけどな。心配だね。いいか、金も確かに大切だ。なきゃ世の中やっていけねえ。だがな、母ちゃんたちを思う気持ちの方がずっと大切なんだぜ。そういうもの？そういうもんさ。お姉ちゃんが元気になったらまた一緒に集めたいな、貝殻。ああ、心配ねえ。すぐに一緒にできるさ。あのベネッサが作った薬があるんだからよ。うん。はい、ということでね、ここからはどうしたらいいんかな。街を見て回る。なるほどね。そしたらね、今回はこの辺で一旦区切らせていただきたいと思います。まあベネッサさんね、まあ旅の薬師でね、世界中の人の薬を治してるんやったら、あの薬の作り方を教えてあげても良さそうやのにね。別になんていう、利益目的じゃないのからね。なんかその辺もね、その正義の薬師っていうところからなんかね、ちょっと外れてる気がして怖いんやね。もしかしたらそのね、熱病を入らしたんも彼女やったり、そんなことはないか。まあね、この後の展開が気になりますが、
この楽しみはね、次のパート以降に持ち越したいと思います。それでは皆さん、次のパートでお会いしましょう。バイバイ、またねー。